3, 2, 1, go! Hello everyone! Welcome to the my YouTube channel! Nice to meet you! My name is Toshi! Today plays the game! The game is known? 待てよ! You are known the game? The game is Minecraft! はい、ということで、皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、改めまして、トシです、はい。よろしくお願いします。なんだろうね。チャレンジしてみたいんだよ。まあ、ということで、最近は、停電がありましてですね、我が家。まあその影響もあってなぜかなんかねこのマウスの調子がすこぶる悪い。まあ何が悪いかっていうとなんかこう動かすじゃないですか、遅いっていうかなんかそこまで動いてないいう感じでね、 Why did you know? っていう感じでまあいう感じでね、ちょっとなんか雨が降ってるっていうのもねなかなかよろしくないですが、びっくりしたね、あんないつでもね暴風吹いとんのに、あの日もう竜巻レベルだったからね、夜突然パキューンですよ。でもね次の日もどえらい同じぐらい吹いてたんじゃないかっていう感じなんですが、2日連続嫌だよって思ったんだけど、まあさすがに中部電力さん大丈夫だったね。ナイス。雨宿りしとるねそこ。ほら。ねえ、ずるいぞ。もう you go back? まだ私英語単語とか何もわかんないからね。多分私の英語の能力で言うと、うるさいよ。Java Update。利用可能ですと。どうでもいいです。毎回出るんだよな、あれ。よくわかんないのよね。ここだけ雨が降っとるっていうね。私の英語の能力で言うとね、多分中学英語もろくにできないから、単語が、覚えるっていうことが苦手なので、単語がね、そもそも覚えられん。文法とかまあ結局どうでもいいにはどうでもいいと思うんですけど、まあ単語、まず単語をね覚えんとかんなと思いつつも、そんなね悠長なこと言ってられないのでもう私は聞いて覚える。もういきなりですがね、聞いて覚える、言ってみるっていうのをやってます。まあ、いきなりすぎるとは思うんだけどもね。もうびっくりしたー、おぉ本当に、その、なんだろうな、いきなりではあるんだけど、まあ、聞いて覚えて、だね、その、英会話。YouTube とかでもね、今、英会話って、載ってる、結構ね、アップロードされてると思うんですね。まあ、例えば、英語の後に日本語つくのもあれば、本当に、外国人のね、方がね、話してるのを、そのままね、だから日本語和訳なしですよ。まあそういうのを聞いて英語能をまあ私の中に養おうと思っているわけですが、そもそもの単語がわからないけどね単語の意味すらわからないけどね、何この単語の意味っていうの出てくるからね。まあいうことで、まあ雑談をしに来たわけではないんですよ今回。はい、今回何をやろうかというと、あんま決めてないんです。決めてないんですけど、また彼は脱走してるんで、まあじゃないよ。ね、この紐ロープっていうの、あれもうないよ。大丈夫？もう紐ないからね、ロープ。あったって、リードね。大丈夫でしょうか。ちょっと心配なんですが、今回やりたいのが、何今、なんか通った何目ぞら。うわ
もうウサギやあんなびっくりされたらウサギもびっくりやろうな。まあ、今回やりたいのっていうのは、単純に、単純な話なんですけどね。とりあえず、トロッコ引けるとこまで引こうっていう。うん。前々から言ってたと思うんですね。トロッコ引きたいよねって。まあ、その第一弾としてですね。まあ、向こうまで、向こうにあった村があると思うんです。あっこまでトロッコ引きたいなって思って。大丈夫かなんか。反応が鈍いぞ、これ。停電で行かれたか？ちょっと待って。オッケーオッケー。ただ、ただ言うのは簡単なんだけど、お前、びっくりした。言うのは簡単なんですが、まあ、とりあえず目印かなんかを立ててあげないと、わかんないわけじゃん。どこなんだっていう話で。結局。だもんで、とりあえずの、トロッコ道路として、まあ、そうだね。目印を立ててから行こうかなと思って。ね。まあ、どういうことかっていう、おぉ！ちょっと待って、見とこう。あ、なんでやねん。そこ諦めてるんや。何？うわ、この子可愛い思ったけど、実は男の子やったっていう。え？そういうあれか？怖いぞ。やめとけ。いうことで、スタート地点どこにします？いや、もちろん、中やろもちろん中だと思うんですが、おー、今、あんた、なんか、ね。どうしようかね。じゃあ、すごい、こんないたっけ、羊。やつらこんないたっけ。そうしたら、とりあえずだよ。とりあえず、ここに、こう、作ってみましたと。ね。オーライツ。こうやって作ってみましたと。いう感じでね。トロッコなんで、いえ、ね。途中でなんかあれしないとあれになるとは思うんだけど、止まっちゃうとは思うんですけど、もう夜。夜。オーライスノーおおおお。ちょっと待って、そういうね、なんか、トリックがあったね。ちょっと待って。それ、危ないと思うよ。ちょっと待って。オーライス。ドロップしちゃうね、彼らが。彼らが逃げちゃうよ。ちょっと待って。いうことで、あ、これ作るときめんどくさいね。なんかこの動きがね、なんかおかしいからね。停電鬱陶しいの。ほんで、こうだっけ？なんでもいいよ、まあ。なんでもいいよと言いつつもね、よかないんすよ。どうしようかな。向こうにも作らんとかあんもんで、このぐらい作っときますかね。で、あっこかこってやんないと危ねえな。バカどもがね、バカどもっつって。別に私が降りてくる分には別にいいんで、ね、こう行けなければいいんで、ぴょんぴょんうざいよ。とりあえずこんな感じでいいよ。超簡単。もうもうレシピいらないよね。なんの？確か向こうの方だったので、ある程度の記憶力とある程度のね、
で、その感覚があればなんとかなるから。どうだろう、こう言ってこう行く。うん、オーマイガッド、これね気づいちゃったことがあって、ミスタックジョイだと足らんね、全くと言っていいほど足らんね、時間も足らんな。ちょっとこれは問題ですな。うん、もちろん持ってきましょうか。 Oh my god やらかしたなこれ。なかなか大変なもんですなこれ。パッとできるかなと思ったんですが、まあ結構意外と距離があるので、まあレールが足らないですねこれ。確実に、確実に足らないので、どうしようかななんてちょっと今焦っておりますが、勝手に。あった目印、次は向こうだって。よし、向こう行きますね。また後でね、松明の方敷いてあげないと、敵さんが湧いちゃったらかなり大変なことになりますので、そこだけは注意してやっていきたいなと思いまーす。が、これね、思うな。また足りないな、多分もしかしたら。あ、見えるね。見えるけん、2倍ぐらい距離ある。これ足りない記憶が、記憶がある。足りない自信があるね。はよ。OK、あともうちょいだよ。あと3分の1ぐらい。OK、このまま海の方まで行っちゃいましょう。なんか砂になんか文様あるように見えん？くる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 って円になってね。気のせいかしら。ほら、確実に足らないですね。ほら、言わんこっちゃないですね。まだワンスタックあるんですけど、まあ、足らんでしょう。いけるとこまで行きます？しょうがないから。ねえ、どうせ暇だと思うし。真似しました、今。私が見ている方の動画を。ごめんなさいね、今のは。申し訳ないね。オーライト。The water?water? 海って英語でなんて言うの ?sea? The sea is... go go すると、the village に、着く。全然ダメだね、私ね。英語力ないからね、今んとこ。英語はね、チャレンジしていくことが大事だそうで。話せないながらもね。ある程度勉強した方がいいと思うけど、チャレンジしていくことが大事。で、特に今の若い子たちに伝えたいのは、お前何歳じゃ、こら。おい。若い子って、お前何歳じゃん？ 21 歳やぞ、まだ。そうか、21歳って言っても、私が YouTube 見始めた頃からすると、おっさん。おっさんではないけど、お兄さん、レベルですね。夜じゃない？もう。全部引いちゃおう。まあ、あれだな、これ、無理だね。足らんし。超長いし。ね、これ落ちたらやばいじゃん。あ、このペースで向こうまで行くん？真夜中になるぞ。で、今の若い子っていうかね、まあ学生、諸君に、諸君偉そう。学生の方々にね、伝えたいのは、
英語ってやっといた方がいいよって。うん、まあ、あのですね、今更ながら、まあ、文法とか正直どうでもいいにはどうでもいいんだけど、単語ぐらいはねしっかり覚えとくべきだったなって。うん、文法なんか多分後からついてくると思うんで、多少意味が分かればね、適当でも、そりゃあまあ私らがね、あの外国人の方が、私食べたいです、ラーメンみたいにね、うん、言ってても分かるでしょ？あんたラーメン食べたいのね、分かった分かった、ちょっと待っときって、ね、分かるでしょ？ただ、そのラーメン食べたい、私が、とか、そういうね、単語知ってないから、私あんま知らないので、英語は手を抜いていたので、うん。まあ、多少単語もね、知らなくてもね、まあ、なんとかなるっちゃなるらしいけども、会話していく上でやっぱ知ってたいよね。ってことで、そう、皆さん、英語手抜いちゃダメだよ。なんとかなんとかとか、なんとかなんとか法とかね、もう難しいのはいいから、そんなのね、日本語で言う古文レベルだよ。私ら古文知らないでしょ、話せないでしょ、それと一緒ですよ。ね。なんとかなんとかなんね。あんまそこまでね、力入れんでもいいかもしれない。入れんでいいとか言ったら怒られそうなんで、かもしれないにしときますけども。まあ、そうですね。英語を捨てちゃダメだよっていうのは、ちょっと伝えたいなって思います。うん。で、英語ってね、結構使います、実際。そんな変なね、数学の証明だったりね。なんだ？よくわからん、時間の計算、時間となんかの計算だったりね。いや、あんなの使わんですよ、理科のあれも。ね、理科とか科学とかね。あんなの日常生活で使うかって言ったら、まあ、100% とは言わないけども、まあ、7割ぐらい、8割ぐらいは使わないでしょう。うん。古文だって使えます？普通に生活してて、何々やりけりとか言います？言わないですよね。それと一緒です。うん。そんなもんなんですよ。なんで、どうだろうな、英語喋れん、まだ喋れない、頑張ってるけど、まだ喋れない、私が言うのもなんなんですが、とにかく英語だけは使うので、勉強しときなっていうのをね、サボるのやめときなっていうのをね、ちょっと伝えたいなって思います。なんで私がこんなこと言うかっていうと、苦労します、英語って。苦労しました。あ、してます、今も。うん。例えば、海外旅行行くじゃん。は、使うよね。うん。まあ、英語を喋れんからって言ってね、幅が狭まります。ね。日本のツアーで参加するからいいや、じゃないですね。例えば、パリに行きたいと。うん。パリがね、英語喋るのかどうかわかんないけど、イタリアが。フィレンツェに行きたいと。これもイタリアか。例えばね、ベオグラードで行きたいと。ロシア。ロシア語や。カナダに行きたいと。ね。カナダ、イングリッシュですからね。カナダに行きたいと。ただ、乗り継ぎないか、カナダは。直接行けるか。まあ、どこでもいいですよ。ね？エストニアに行きたいと。まあ、いいよ、エストニアで。エストニアに行きたいと。ただし、エストニアに行くには、必ず、飛行機の乗り継ぎ、もしくは、フェリーに乗らないといけないんですね。乗り継ぎも必要か。ただ、その乗り継ぎするときって、日本から行くツアーで参加しても、各自乗り継ぎっていう
そういうのがね、うん、私調べて、あ、別に行ける日程がないんで、あれだけど、調べて楽しむみたいな、やってたら、あ、そうなんだって思って、各自そこの空港で乗り継ぎして、現地に向かってください。現地では、うん、現地の空港では待ってますみたいな、ね。そういうのがあるわけですよ。っていうことは、喋れないと、え、足んない？おー、マイガー。足らないじゃないですか。まあ、っていうことは、よ、喋れないと、英語とか喋ったり、まあ、読むことも、そうか。まあ、喋れば聞けるからね。店員さん、フロントの人に。乗り継ぎとかできないです。うん。ね、乗り継ぎするようなとこ行くっていうことは、全く違う言葉喋るとこで。うん。まあ、ほぼと言っていいほど、日本語喋れるスタッフって多分少ないと思うんですね。乗り継ぎだけっていうことは、あんま日本人訪れないところに乗り継ぐ可能性だってあるわけですよ。そういった場合は、もう日本人のスタッフ、日本語話せるスタッフ少ないと思う。ね、もしそういうとこに当たってしまった場合、あなたどうしますか？っていうことですよ。って、ふと思ったんですね、僕見てて。まあ旅行とか行きたいしね。うん、海外行きたいしね。海外旅行絶対楽しいですよ。日本なんかちっぽけなね、とこにないで外国を楽しむってことも大事だし、例えば私もそうなんだけど、ゲーム好きじゃないですか。で、例えばパソコンの PC ゲームの、こういう、なんだろう、ゲームを取り扱ってるサイト、まあ、その、有名なところで言うと、スチームだったりっていうのもそうなんですけど、まあ基本、日本語非対応が多いので、英語とかわかんない、ほぼ英語が多いんですけどね、英語がわかんないと、何今の余った。英語がわかんないと、ゲームの幅も狭まりますね。例えば、うん。ある程度感覚つかめてできるようなね、ゲームなら、まあまあまあ、英語とかわかんなくても、まあ、これまでの経験とかね、そういう感じでできるとは思うんですが、若干難しいやつ、若干操作性ハテナのやつに当たった場合って、諦めざるを得ないし、もしね、まあなんかよくわかんないし、買っちゃおうって、だとするよ。多分わかるだろうしって。まあ、わかんなかったと。そのお金無駄になっちゃいますよね。もったない。うん。っていうのももったないと思いますし、まあ、音楽とかは全然いいと思いますけど、例えばあなたが、ね、あなたがね、海外のアーティストさんだったりね、そういうのが好きだったと。ね。記者会見っていうか、なんだろうな、なんかその、会見じゃないけど、なんかそういうね、CD の特典に、なんかついてたりするのあるじゃないですか。その方が喋ってるトーク映像だったり。まあ、まあ結構ね、メジャーな方は日本語化されるけども、和訳ね。ただ、メジャーじゃない方まだ、あなたが目つけたけど、あなたがね。あなたが目つけたんですけど、メジャーじゃない人ですよ、と。和訳とかされないので、もう何を言ってるかさっぱりわからへんってなります。悲しいでしょ？うん。せっかく特典でね、もう、
私たちあなたたちだけの特典ですっていうやつでもね、意味が分かんないとねダメなんですよ。結局何を言ってるか分かんないってなっちゃうので、そういう悲しみもありますね。うん、これどうやって降りればいい。こっち引っ張るんだけど、あ、ここ降りる。ちょっと一回そこ降りますわ。ちょっと待って、松明つけてから降りよう。まあいろいろ英語ができないと、やっぱ英語って話せる人が多い分、大体何をするにも英語なんですよね。うん、日本語の中にも英語ってありますよね。ランチだって英語だし、うん、自分たちがお昼ご飯のことをランチって呼ぶように、普通にそうやってスラスラと英語が出てくるようになると、またなんか違ってくるかもしれないですね。これどうやって持ってく。すんごい悩みどころだよねこれ。どうやって持ってくっていう。超上がんじゃんこれ。おい、ここから下げるか。おう。オッケー。こっち無駄になっちゃったな。オープト、ほぼ浮いてる。オッケー。オンバッカー。やばいやばいやばい。まあまあそういうのもあって、海外旅行も行きたいしっていうのもあって、私は英語を本気で頑張ろうって今思ってます。ただ結構悔やんでるんで、英語をね学生時代捨ててたことを。皆さんはそうやって悔やんでほしくないので、ぜひ皆さんね、英語の方力入れてみたらいいんじゃないでしょうか。どうせ暇でしょ。うん、ねえ、力入れてみてください。